エルフの遺物だと思っていたファルダニアだったが、中に入るとレストランだった。エルフは菜食主義者なので、ファルダニアは肉、魚、卵、牛乳を使わない料理を注文しました。メニューにそのような料理はありませんが、オーナーのマコはまだこの特別なゲストを提供することを決意しています。ファルダニアは、人間が肉、魚、卵、牛乳を使わずに美味しい料理を作れることに懐疑的です。気難しいエルフを喜ばせるために、オーナーのマコは、ソースとご飯を添えて豆腐ステーキを作りました。匂いを嗅ぐと、ファルダニアはウエスト族の嗅覚が非常に優れていたため、動物性の食材が入っていないことに安心した。一口食べてみると、亡き母への懐かしさが込み上げてきて、幼い頃に母が作ってくれた干し椎茸のスープを思い出した。すりおろした貝系の一種で覆われた柔らかい豆腐は、タレで食べると完璧です。ほんのり海苔が混ざったハーブの風味が海の香りを引き立て、ぐっとりするような複雑な美味しさを生み出します。ファルダニアは食べるのをやめられず、あっという間に全部食べてしまい、お嬢様もあっという間に終わってしまい、一瞬ぼーっとしてしまいました。彼女は、人間の料理がエルフの料理よりもさらに高度であることを発見しました。帰国後、ファルダニアは家を出て、最高の料理法を求めて世界中を旅することにしました。良き広告には、その土地を所有する公爵の長女であるビクトリアというハーフエルフの王女がいました。自分がハーフエルフであることを知った彼女は、公爵の禁令を破って魔法に転向した。ビクトリアは生まれつき天才だったので、わずか3ヶ月で魔法の師範を超えた。王族の魔法使いよりもさらに魔法に長けている。10年後、ビクトリアは大陸最高の魔法使い、賢者アルトリウスに魔法の勉強を依頼した。この賢者はビクトリアをオーナーのマコに合わせ、オーナーが東帝国の言語を知らなかったため、レストランのメニューを書いたのは彼女でした。彼女は純血種のエルフのような菜食主義者ではないので、卵を使った料理が好物です。彼女が猫屋に行くときはいつでも、彼女は通常フルーツプリンを注文します。これは、ビクトリアが楽しむたびに恋に落ちる、少し苦いカラメルの層を混ぜた柔らかいカスタード料理です。彼女が去った後も、ビクトリアは4箱のプリンを持ち帰り、火で保存して徐々に食べます。猫やレストランのゲストにはそれぞれ好きな料理があり、その料理の名前も自分のあだ名になっていました。トレジャーハンターのサラがメンチカツと呼ばれるように、白髪の賢者アルトリウスはトンカツと呼ばれることが多い。今日、騎士ハインリッヒとトレジャーハンターサラは、エビサンドがいいのか、メンチカツがいいのかで言い争いになった。サラは、自分のメンチカツを一晩マリネして唐揚げて、まだ熱いうちに楽しんでいると考えています。そしてハインリッヒは、冷やして食べてもエビのソースは完璧な組み合わせだと考えています。マンダリンの他のダイナーでさえ、彼らの終わりのない口論に巻き込まれました。アデルハイド王女が口を挟み、アイスクリームを添えたフルーツサンドイッチがぴったりだと言いました。片側に座っていたエルフのビクトリアはそれを聞いて、エッグタルトを挟んだフルーツサンドの方がいいと思った。それで猫屋食堂全体がめちゃくちゃになり、問題を解決するために、みんなが美味しいと思ったものを注文して試してみました。顧客はさらに料理を注文し続けたので、アレッタに仕えている女の子はすべてを覚えていませんでした。また、新規のお客様がご注文に来られ、一日中風車のようにぐるぐる回っています。アレッタが本当に息をする時間があったのは、最後の顧客が去った時でした。アルフォンス・フリューゲルは、広告の有能な海軍大将です。商船隊を護衛する航海中、彼の船は海の怪物に撃沈されてしまう。彼は無人島に流れ着き、商船に救助されるまで20年間そこに留まりました。島を離れた時も、影のないこの無人島に何か愛着を感じていた。無人島に足を踏み入れたばかりのフリューゲルがモンスターと格闘していると、突然目の前に猫屋レストランの扉が現れた。宙に入ると、船長は現在マコの祖父である料理人に会いました。マコの祖父は船長をカレーライスのプレートに招待し、その料理に魅了された船長は金貨を猫屋に預け、島で20年間ここに食べに来ました。本土に戻ったフリューゲルはふと、かつて酒場に通っていた大陸東方の騎士がいたことを思い出し、猫屋にも通じる扉があるのではと推測する。
彼は猫屋のドアを見つけるために3ヶ月間旅をしており、入るとすぐにカレーライスのプレートを注文しました。彼が島に上陸した最初の日から彼の命を救った料理は、過去20年間、その魅力を今も持っています。クリューゲルがカレーにハマっているのを見て、マスターマコはキャプテンに彼の作りたてのチキンカレーライスを試してみるように勧めました。クリューゲルは大興奮で、一口食べた瞬間、カレー皿の味が船長の口の中で爆発しました。スパイシーなカレーに熱々の白米が絶妙な味わいで、船長も大喜び。クリューゲルが別のセットを注文するのを我慢できなかった時、その瞬間に黒い服の女の子が現れました。この少女は、月に住む黒という名前の黒いドラゴンです。人間界に光と平和をもたらすべく、共に混沌の怪物を倒した七竜の一人。彼女の魔力は死を表す黒魔法なので、接触した弱い生物は即死する。そこで彼女は、人間界の安全を確保するために月に住むことを選びました。ある日、猫屋の店の扉が突然現れたのを見て、彼女は人間に変身しようとして中に入った。クリューゲルがカレーをもう一皿注文しているのを見て、ドラゴン娘は船長と同じ料理を注文した。二人は一皿一皿食べ、最後の客が店を出る頃には黒はまだ食べていた。そんな時、鍋を持ったレッドドラゴンの娘が入ってきた。彼女は今でも毎週マコの上司から食べ物をもらいに来ている。ハクロンがレストランで食事をしているのを見て、レッドドラゴンの女の子はすぐに、この子が食事代を払うことを知らなかったと推測しました。そこでレッドドラゴンはボスに、黒をウェイトレスとして宿泊させ、食事代を払うように言いました。上司はそれを聞いて喜んで受け入れましたが、小さなアレッタは自分がクビになると思って泣きました。アレッタは通常、毎週土曜日に猫屋バーでのみサービスを提供しているため、彼女は今でも毎日仕事に応募するために彼女の世界に通っています。ある日、求人の応募に応じて、少女は家に掃除の仕事を応募しに行きました。意外なことに、その家は女性トレジャーハンターのサラのものであり、二人はこの広大な国で再会することに驚いて喜んでいます。サラは、アレッタが留守の間、家の掃除と世話をするように割り当てました。アレッタの新しい仕事を祝うために、上司のマコは猫屋の2階にあるパン屋からクッキーの箱を彼女に送った。甘くてミルキーなビスケットは、サービスを提供している女の子をとても気に入りました。アレッタはケーキがとても高いと思ったので、そのケーキを控えめに使いました。ある日、サラの姉シアが姉を探しにやってきた。サラは裕福なフートゥオン家の娘でしたが、すべてを捨てて宝探しの道を歩み始めました。シアが到着したとき、サラは家にいなかったので、アレッタが妹に挨拶した。少女はマコ上司からもらったビスケットを持ってきてシアを誘い、一口食べた途端、小麦粉とミルクの香ばしい香りにシアが虜になった。中火で焼き上げたクッキーはサクサク、中はふわっとした紅茶クリームが入っていて、幸せ感たっぷり。アレッタのケーキを食べた後、シアはまだお腹が空いていたので、どこで買ったのかメイドに聞いた。彼女は金貨を取り出してアレッタに渡して、メイドにそのような箱を買うように頼んだ。困惑するメイドを見て、シアが金貨をそのままアレッタの手に押し込んだので、メイドはシアにクッキーの箱を買うことに同意した。ギレムは山に住むドワーフで、今日、このハゲた年老いたドワーフは友人を連れて山を越え、猫屋レストランを見つけました。ドワーフの友人は、山の中をタダで引きずられていることに腹を立てていました。ギルヘムは、ここに来れば美味しい料理が食べられると友人を説得しようとしています。彼の友人は、山には美味しい食べ物がないと思っていたので、疑いを持っていました。ようやくたどり着いた小さな山小屋は、ギレムが自らの手で建てた家で、中には猫屋に通じる扉があった。二人が中に入ると、ギレムは魚介類のフライと大盛りのビールを注文した。ドワーフの友人は、冷たいビールを一口飲むまで懐疑的でした。峠を登り、小川を渡り、冷たいビールを楽しむ旅の後、世界で最も幸せなことは、ここのビールはドワーフが作ったものよりも優れた製品です。二人の年老いたドワーフは次から次へとビールを飲み、アレッタは二つの巨大なゴブレットを取り出してビールを継がなければなりませんでした。
魚介類のフライの皿が持ち出された時、ドワーフの友達は一口食べて、山の中にこんなに美味しい魚介類があるとは信じられませんでした。柔らかく香ばしいイカを小麦粉で包み油で揚げたものは、皮はカリッと、中はジューシー。ギレムの友達は大喜びで、道中のフラストレーションをすべて忘れていました。今日はこの崇拝のすべてを治療するので、よく食べましょう。大酒を飲んだ後、二人の年老いたドワーフがギレムのテントの中で目を覚ました。ドワーフの友人は、この腐ったテントの代わりに石造りの家を建てることに決め、猫屋に通じるドアの位置はよく守られていました。この家は有名になり、ドワーフの町を訪れる歩行者にとって素晴らしい拠点となっています。ティアナ・シルバリオは、花の森の真ん中にあるスピリット・キングダムの16番目の女王です。ある日、城の外に奇妙なドアが現れ、スピリット王国のすべての住民を非常に興味深くしました。ドアの後ろに何があるかを調べるために、精霊の女王と何人かのメイドがドアに入った。ここが不思議な空間であることに驚いたティアナ女王は、ハーフエルフのビクトリアを見て、ここはどこなのかと尋ねた。ビクトリアはこれが人間のレストランだと答えたので、ティアナはビクトリアに何か試してみるように頼んだ。ビクトリアは精霊種族に一番合うと思ったフルーツダブルケーキを注文。ティアナがクラストを味わったとき、それは淡く見え、特別な風味はありませんでしたが、白いクリームになると女王は驚いた。別の果物を食べた後、砂糖水に浸した時の甘さにティアナは食べるのを止めることができませんでした。この時点で、彼女は味気ないクラストに独自の意図があり、クリームやフルーツと一緒に食べると、フィリングの甘い味を促進する背景として機能することに気づきました。同行のメイドたちもティアナにフルーツケーキを食べさせられ、大盛り上がりだった。ビクトリアに感謝するために、ティアナ女王は精霊の国の珍しい種を彼女に与えました。それから7日ごとに、スピリットキングダム全体が今度は猫屋レストランで何を注文するかについて話題になりました。ある日、仕事が終わった後、ボスのマコはアレッタとクロを夕食に招待するためにカレーケーキの皿をあげた。ドラゴンクロにケーキをかざすと、パイ生地からカリカリの熱が放射されているのを感じた。野菜が程よく混ざり合って柔らかく煮込まれていて、いつ口食べただけで、黒はサクサクの衣と口の中でとろける柔らかなあんを感じた。食べれば食べるほど魅力的なスパイシーなカレーソースが溢れ出し、徐々にケーキの甘みをかき消していきます。料理チキンカレーほど辛くはありませんが、ドラゴンもときめき、メイドのアレッタが手に取って美味しそうに食べていました。ある日の午後、賢者アルトリウスは聖剣として知られており、70年前に東帝国を悪の軍隊から守った4人の英雄の1人であるエルフの友人アレクサンダーを連れてきました。残りの3人は聖レオナルド、賢者アルトリウス、女騎士ヨミ。この勇者ヨミは他の3人をしのぐ強さを持ち、悪の軍団との戦いに終止符を打った1人だ。魔王を倒した後、女騎士ヨミは姿を消し、誰もが彼女が死んだと思った。この時点で、賢者アルトリウスはアレクサンダーに、ヨミが実際には死んでいないことを明らかにしました。70年前、魔王によって異世界に飛ばされ、主の魔子は孫にあたる。アレクサンダーは、上司のマルコが魔法の使い方を知っている人のようには見えなかったので、かなり戸惑いました。アルトリウスは、ヨミは孫に戦士ではなく料理が上手になってほしいだけだと説明した。仲間のヨミがこの世で生きていたことを知ったとき、アレキサンダーは少し安堵し、アルトリウスと一緒に師匠マコの美味しいカツレツを楽しみました。映画はここで終わります。どうもありがとうございます。登録して通知ボタンを押して、新しい動画をお待ちください。さようなら、またお会いしましょう。